こんにちは。写真家の立花龍馬です。前回は一等ライティングでポートレートを撮りました。今回は2等3等を使ってどうやってアレンジしていくかっていう動画を撮りたいと思います。まあ初めはあんまり2等3等ライティングっていうのはやらない方がよくて、基本的には太陽は一つなのでライティングも1等でまずはベースを作って、で足りないところにライトを足していくっていう考え方でやっていくといいです。メインは1等ライティングで足りないところにライトを打っていく。例えば、今日は、前回やったサイド光をベースにして、髪の毛のここら辺出したいよねっていうんだったら、ここ用の髪の毛用のライトを1灯打つみたいな感じで、あとサイド光でベースはサイド光なんだけど背景を明るくしたいよねだったら、バック用背景用のライトを一発打つみたいな感じでアレンジしていくとすごく分かりやすく簡単にできるので、でよく人物にライトを2等3等を打ったりする人がいるんだけど、そうすると影がいっぱいできて結構コントロールするのが難しくなっちゃうので、まずはシンプルに1等、そこから足りないところに足していくっていう感じでやっていくといいです。でビューティーを撮る場合は頭って丸くて必ず、影ができちゃうので、その時はトップ光を一発打ちます。でトップ光とあとメインはサイド光なのか半逆光なのか逆光なのかっていうのは人それぞれどういうイメージで撮りたいかによって変えるんだけど、ビューティーを撮るときはトップ光は必ず入れた方が綺麗にヘアスタイルが見えるので、それは意識して今日ちょっとそれもやってみるんで、はい、じゃあちょっとやってみましょう。今日も美咲ちゃんカモン。今日は座りでいきましょう。じゃあ美咲ちゃんよろしくお願いします。今日も張り切っていきましょう。で、一発はサイド光、メインはサイド光で、でこっち側に影をつけて、で黒で締めて、で前回やった一等ライティングは下に概要欄に URL 貼ってるので、まずそれから見た方がいいと思うので、それから見てください。はい、でこれで黒で影を締めて、で一発どうしたいかっていうと、今の感じでやる行くとここら辺が馴染んじゃうので、だから、一発後ろからグリッドつけてスポットライトっぽく髪の毛に当てて、ここの質感とシルエットを出します。はい、でライトはカメラから入んない位置に逃げて、それで見せたいところをピンポイントで狙います。でその時に後ろから見て OK ってこれでやる人が多いんだけど、必ずモデルの位置からどこに当たってるか確認して、これが少しでもずれると全然違う感じになっちゃうので、必ず後ろだけじゃなくて立ち位置から見るっていうのは大事です。はい、で今ここら辺に狙って打っていきます。で強さも初め分かんないので弱めから打っていって、どんどん強くしていきます。これで一回チェックします。で一回テストします。まあ厳密にやる場合はまずサイド光を取って、で今度はサイド光のメインを切って後ろだけを取ってっていう感じでやると厳密にできるけど、もうミックスさせちゃいます。はい、顔正面 OK です。ここキープね。でちょっとしんどくなるんだけど、モデルの子にはなるべくここから動かないように、かなりピンポイントでいってるので、ちょっと立っちゃったりすると位置が変わるとすごくライティングは変わってくるので、もうだから、撮影の前に水飲んだりとかお手洗い行ってもらったりして、なるべく迅速に
やらないとまたどん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 ライティングが変わってくるので時間かかっちゃうのでなるべくキープしてもらいます。はい、 OK、 いいよ、どうしよう、顔正面ね、そう、一回ね、テストね、 OK。 でね、美咲ちゃんごめん、顔ね、真正面ちょうだい。そう、あの本番と同じ角度にしないと光の当たり具合が分かんないので本番と同じ感じでテストします。 OK、 いいよ、そのまま、うん、今こういう感じです。サイドコーメインでここに後ろからグリッドつけてスポットライトで当ててます。でね、ちょっと下すぎるからもうちょっとここら辺の上目のところにシルエットが欲しいのでちょっとライトを上げます。じゃあ美咲さんごめん、キープしてね。でモデルはなるべく動かないで早く迅速に、よし、またす、いきます。いいよ、うんうんうん、今こういう感じ。さっきちょっとライトが低かったんだけど少し上げました、うん、で強さも、後ろだけ強くしたり弱くしたりできるのでもしあんまり強いなと思うんであればストロボを弱くしてもいいし、ちょっと落とそうかな、少し当たってる感があるからあんまりあざとくない感じにしたいのでちょっとストロボを弱くして、で今ここにベタってきてるからシルエットっぽくしたいのでちょっと後ろ目からこの髪の毛のここを狙うんじゃなくてちょっと全体的を狙って変えていきます。はい、でこれで一回テストします。なんかいかにもってなるとカッコ悪くなっちゃうんで OK よ、そういいね、 OK、 うん、さっきこれが当てましたって感じだったんだけどちょっとあざとかったので少し当たってるぐらいに変えました。ここね、ちょっとここに光を感じる感じ、このぐらいがかっこいいんじゃないかな、うん、結構ここの毛先のところもこう光ってる感じ、これでいきます。うん、よし、ね、美咲ちゃん足を正面で肩をくっこうそうで顔を上げてで OK、 今日はねめっちゃ強い感じ、うん、この前ちょっと影がある感じなんだけど今度は思いっきり強い感じで向かってくる感じ、前にグーってくる感じね。 OK、 ちょっと行ってみよう、そう、少し調圧的な感じ、そう、うん、おーいいね、いいよ、目線一回切って OK、 かっこいい感じいくよ、入り込んでね、グッてくるよ、そう、かっこいい、ナイス、おーいいよ、もう一回こう向かってくる感じね、いいよ、おーナイス、 OK、 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 かっこいい、かっこいい、よし、もう一回行こう、強い感じいくよ、集中して、そうグッてきてね、そうかっこいい、 OK、 おーナイス、うん、いいね、このぐらい強い感じいいね、うん、ちょっとよ、グッてくるよ、かっこいい感じ、集中して、いいね、おーナイス、その、あーいい、ちょっと待って、美咲ちゃんそのまま決めてみて、そこね、 OK、 もう同じポージングで やって位置を確認ね、よし、いいよ、気持ち入れて集中して強い感じいくよ、こっち見て、おーナイス、ほう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 、今ちょっとね逆
光のちょっとハレーションを入れた感じ、なんかこれがちょっと物足りなかったから、少しねこのライトをギリギリにして少しレンズにハレーションが起きる感じに、こっちが近いかなイメージ。かっこいいでしょ、めっちゃかっこいい。そのままキープでね、ごめん。ほらドラマチックになってきたね。結構ね、すっごい内側からグーってくる強さ。もう一回いくよ。あーかっこいい、いい。こっち見て、そう、その感じ。もう一回そのままグッてくるよ。一回目線切っていいよ。あーかっこいい。ちょっとねふてぶてしい生意気な感じ出たらいいな。あーいい、そう、オッケー。口元ね柔らかくして、うん、そう、うん、そう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 、ふてぶてしい感じね。そう、ちょっとそう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 、わーかっこいい。そのままいいよー。おーナイス。目線一回切っていいよ。グッてくるよ。来て、おーかっこいい。ふぅー、うん、合ってるね光にね。ほら、かっこいい。ちょっとハレーション入れるだけですごいドラマチックになるでしょ。でね、今ヘアで言うとやっぱりね上側が落ちてるから、もしこれでヘアスタイルをちゃんと見せたいっていう目的であれば、もう一発上から天板を入れます。ちょっと後ろ側に回っちゃうんだけど、ちょっと普通はブーム、足をこっちからブームっていう斜めのこういうやつを出して、そんで傘とかで天板するパターンが多いんだけど、今ここにないので、まあとりあえず天板を入れてみます。はい、天板ね、これ3投目で天板、もうかなり弱くていい。で少し後ろに回っちゃうから本当は切りたいんだけど、まあちょっと今日はこのままいっちゃいます。でかなり弱く、もうほんと気持ちつくぐらいで、これで一発天板でちょっと様子見てみましょう。ここのトップのここら辺がちょっと光るぐらいになれば OK です。 OK、 いくね。お、かっこいい、いいよ。もうちょい出そうかな。もう一個強くして、このぐらいで見てみましょう。で、もし傘にしてやる場合、後ろに光が回りたくなかったら袴って言って、傘のところにこう黒いので後ろに回らないようにつけたりとか、工夫すると後ろに回らないようにできるので、今日はちょっとこのままいきます。力いくよ、強い感じいくよ。おーかっこいい、その顔。 OK、 トップを打ったらどうなるかっていうと、このあのヘアの感じがほらここら辺に光が当たって髪型がすごく分かりやすくなった。この前のがここ潰れてるでしょ。だけど雰囲気を重視になったら全然 OK、 シルエットでかっこいいでしょ。で髪の毛を出したかったらトップを入れることでここら辺の影が出てきたか ら、 だからヘアスタイルとしてはこっちはこっちのトップを入れた方がいいです。 OK、 じゃあこのまま本番いきます。でまたハレーションも欲しいのでギリギリ、いいよ、胸ぐっと張って、さっきぐらいかっこいい感じ。よし、いいよ、入り込んでグッてきて、おーナイス、かっけえ。うん、もう一回いくよ。でね、グッて入り込むよ、目だけきて、わーナイス、かっけえ。おー、いい。もう一回いくよ。顔ね一回正面だよ。そう、胸ぐっと張って、で一回顔落として、で一回こっち見て、顔ねもうちょっとこっち、あーそこがいい、首力抜く、おーいいね、目線下げて、いいよー、さっきのかっこいい感じ
集中して、いいよこっち来て、わーかっこいい、ナイス、そのまま、いいよ、もっと強い、もっと強い、もっと強い、そう、首力抜くよ、そのぐらい、口元柔らかくいくよ、そう、そのぐらいの感じ、いいよ、強くいくよ、オッケー、ウー、オッケー、この首がさ、このまっすぐと、ほら、力が抜けるでしょ、うん、だからね、口元もちょっと開いてるぐらいがすっごいこう、あの強い感じする、グッてやるじゃなくて、そう、柔らかくて、もう一回いくよ、そう、かっこいいね、 OK、 集中してね、おー、かっこいい、こっち見て、グッて、 OK、 目だけいくよ、目線だけグッとくる、おー、かっこいい、名前来そうナイス、ということで、今日は2等ライティング3等ライティングでバリエーション、写真のバリエーション、ライティングのバリエーションをどうつけるかっていう感じでやってみました。どうだった、美咲ちゃん、どう、楽しかったんです、楽しかった、だってちょっと体感体感、はい、まあ、あの2等ライティング3等ライティングってすごくね難しいと思ってるけど、今日みたいに結構適当、あのここを明るくしたいな、やった、なってない、ずらして、あ近づいた、あこのぐらいいいじゃんって感じでやってるので、難しく考えない、もう測ったりしなくていいから、適当適当、うん、にそれで、自分がいいところを見つけていくね、もちろん初めは時間かかると思うけど、やっていけばだいたいここら辺にやったらこうなるっていうのが分かってきたら早く設定できるので、やってみてください。じゃあ、タトーライティング、イエイ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 乗る、なんか何俺このネタにしてるのこんなことばっかり考えてないもんね。これで乗ればいい、これでいい、ほらそれでもそんな変わんないっていう、まあいいや、オッケーオッケー、こらこらこら、みんな見せないこれあれだよ、なるほどザワールドの金ちゃん、楠田恵理子の隣だったでしょ、ごめん、こんな雑学いらないんで、うん、このままいくっていうことで